はい、皆さんこんにちは。三尾独立じゃなくて北谷さんがいなくなって2回目なんですけど、やっぱもうオープニング緊張するんですけどね。先週はね、そう、先週いきなり一人で最初から最後まで、あの AD のユーターが話し合いってなってくれたら助かったんですよ。そうそうそう、で今日ユーターがいないって言うから、え、どうしようみたいな感じで、みたいな感じだったんだけど、まあ、あのゲストがいるということで助かりました。翔子さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応ね、そのお隣に可愛い娘さん、お名前何ですか？国吉まなです。まなちゃん、いいですね。この親子の話、僕たまにね聞いたりしたことあったんですけど、そういったエピソードとかね、後で話してもらえたらいいなと思うんですけど、これね、さっきも聞いたんですけど、はい、もう本当知らなかったんですよ。ね、言ってましたよね。知らなかった。だからもう一人でこうマニアックにね、この今ウルジャッシュの本を一人でこうやろうと思ったんだけど、昨日メール来て、あ、来るんだ。どうしようみたいな。でこうね、娘さんが夢っていうか、ラジオ出たかったの。まだラジオに出たかったんだよね。学童のところでもラジオやるやつだったんだけど、もう終わっちゃったから。あ、出たことあるの？学童でラジオ出演をしてたみたいなんですよ。あ、学童で出れなかったんだ。そうそうそう、出れなかったから。あ、そっか。じゃあよかったね、今日出れてね。しかも一人だよ。まあ、すごい。やったね。ママ、ね、はい、学童ではさ、一人でしかさ、ラジオに出れないから、はい、学童の先生とかもいないから。そうなの？この学童でラジオに出るの？子供っていうか一人ずつ？そんな番組あったんだ。ね、まなちゃんの順番になる前に終わっちゃったんだね。残念。でもよかったね、こうやって出れてね。うん、今日どんな話してくれるんですかね。何の段取りもしないっていうね。そうそう、何にも打ち合わせすると全然決めてないから。決めるときが一番面白いからさ、もったいないなっていつも思うから、じゃあもうラジオ出てから決めようみたいな感じでいつもやるんだけど、何の話する今日っていうね。いい。そっから始まるっていうのがいいでしょ。まだ何がいいですかね。なんか絵描いたさ、話してもいいかな。絵描いたお話ってあるの？何、うん、前、夏井さんが来たことあったよね。何さん？夏井さん。夏井さんって誰？大阪の方なんですけど、はい、波動の研究をされている方がいて、波動。波動っていうのは波動ですよね。波動は波動法。違うけど、まあ全部ね、ものには全部こういう振動数があるって。まあね、うん、波動は僕も勉強しましたよ。そうそうそう、結構。それの科学的な検証とか、はいはいはい、そういうのをされてる方。そう、科学ですからね、波動は。そうなんですよ。なんか変な風にね、なってるところも多いんですよ。何かこの自然の波動とかなんとかの波動とか言うんだけど、波動って科学なんですよ、実は。うん、僕もね、こう実はそういった商売やったことあって、心電図と一緒です。脳波と一緒です。脳波と心電図は電流が大きいから測定できるんですよ。もう肝臓の波って測定できないんだけど、科学的には出てるんですよ。出てます、出てます。それを、その微弱電流のことを波動って言ってるんであって、こう、もう、ふわふわした話じゃないですからね。全然科学的な話なんです。現実の話なんですよ。そういう現実的な波動のやってる人が、研究してる方がいらっしゃってて、はいはい、でまあ、毎月沖縄で、いろいろ、ラジオとかやってて、ほうほう、前もママとラジオしてやってる、うん、で、その松井さんの絵を、うん、マナのお母さんとマナの弟のゆずきっていうことを、マナを入れて、その絵を描きました。描きました、絵を描いた。その絵が、その波動の絵なの、それが。波動の絵。昔あったんだよ、でも波動画っていうのが。そうなんですか。どんな絵が描かれてるんですか、波動画。いやー、僕には分かんないですね。何ですか、分からないって。分かんないな。いや、いいと流行ったんですよ。波動画って、へーみたいな感じで。なんか、そこからいい波動が出るみたいな感じで。そうなんだって。俺何も感じない人だから。何なんですかね、物になんか違うものを使ってるんですかね。やっぱあれ、波動っていうのは結局重いですからね。
まあ、まあそうです、意識もそうです、ね、結局思いっていうのも意識っていうのも科学ですから、うんうんうん、この思いの波ってあるんですよ、これが波動なんですけど、うんうんうん、思いが誰でしょう、あの思いを込めて書いたっていうか、そういう波動になるっていうか、うんうんうん、あの一番わかりやすいのはあれです、料理、料理、ああ美味しくない、愛情が入ってるのと入ってないのと俺僕これは俺わかる、波動を感じない人だけど料理はわかる、あこっち愛情入ってないっていうのはわかるわかりますよね、だって美味しくないですよね、まあまあ、はい、まだあんまり全然いや、まだしゃべって、まだしゃべってない、うん、あそうそうそう、ごめんね、ごめんね、ええ、ね、の話だったねごめん、はい、注意しないと三つおだよ俺うん、話したいことあったら言わないと、大人になってもその絵忘れないように宝箱を買おうとしています、あそうなの、宝箱を買おうとしてるの、宝物なんだねその絵が、へえ見たいなマジで上手に描けた、うん、まあ、なちゃんはねあ僕は結構ね聞いてるからわかるんだけど、すごいですよね、たまにメッセンジャーなりますよねおおみたいな私はタンポポおじさんが好きですあそうね、うん、僕も大好きです、タンポポおじさんのとこ行ったらあれでしょう、もうなんか理解してくれてるのがわかるでしょ、そうなんだよ ね、 ね見える世界じゃないところで通してるからね、うん、そう面白いよ ね、 ね、 うん面白いねでも本当子供ってすごいですね、なんかもう本当に、うん、なんていうのかな、感覚っていうか感じるもので生きてるなっていう感じがしてすごい、昨日もあの手だこ祭りかなんか、なんかお祭りの前夜祭かなんかがあったんですけど、いいですよ、喋っていいですよ、その時に止まらんでください、ごめんなさいね、びっくりしたよ、その時になんか突然子供同士でやっぱり話しかけてくる男の子がいて、でやっぱりなんていうのかな、同じようななんていうんですかね、感じの自分と引き合うような感じの子に話しかけてくるんですよ、その男の子は、はい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 、でもうずっと帰りまでずっとマナちゃんにってこと、あ、やっぱ通じるのが分かるんだね、そう通じるのが多分分かるんだと思う、感覚的にもう、はいはいはい、あれだって捉えてるんだと思うんだけど、同じ信じた人種だっていうか、そう同じ生き物するみたいな、生き物っていうのが分かるんだよね、そう多分ね、昨日のお兄ちゃんね、そんな感じだよね、マナね、そんな気が合う子いた、 あとさ、くじさ、くじやるときだってずっとそばにいてくれた、くじやるときも、ね、優しいね、ちょんだら怖いって言ってるときだってさ、うん、大丈夫だよ守るよって優しく言ってくれた、ごめんなさい、僕の嫁さんに怒られそうですね今こういうこと言うとそういうことをやりなさいっていつも言われるんですけどね、僕はそういう女心がわからんってですねなんかその男の子に学ぼうかな俺かっこいいかったですよあの男の子、本当にだけどさ、うん、チョンダラに優しくしたからさ、うん、飴玉とかももらえてさ、うん、チョンダラも結構優しいんだなって分かりました、チョンダラ優しいよ面白いし、チョンダラ大好きだね俺も、だけどいたずらっ子だったので弟に追いかけながら走って私は泣いてしまいました泣いてしまいました、まるなんでいつも通りに話していいの、僕の作文私の作文みたいだねなんかもう読みになってる、もう読み普通におしゃべりしていいよ、まるちゃん、これ別にあの畑と思った方がいいよここ、うん、おしゃべり農業、おしゃべり普通のおしゃべり海みたいな、こうやってうちが海みたいな、そっか、でも本当に昨日の男の子すごかったね、ね、なんかあのお父さんが話してたんですけど、うん、お家に帰ったらいなくなってて、うん、一人で内地に行ってたそうだよ、一人で内地に行ってるよ、お父さんがお家に帰ってきたら、うん、息子がいなくなってて、うん、そのお留守番してた時に、うん、一緒にいた身内に聞いたら、あ、うん、今さっき一人で内地に行きよったよみたいな、男の子が、男の子が、どうやって、小学校3年生の男の子が一人で飛行機に乗って
チケットも買って、うん、なんかおばさんがいるらしくて、親戚がいるらしくて、はいはいはい、お金旅費は出すからおいでって言ったら、うん分かったすぐ行くって言って、はあ、一人で行ったっていう話で、一人でこれはすごいな、将来大物だなと思って、すごいね。私はたまに弟に袋のドレスを作っています。ああそうだよね、まだね、うん、袋でドレス作るの上手だよね。袋でドレス、うん、洋服とかもたまに作って、うんで、お母さんに上手って言われてます、うん、そんな作るの好き、洋服とか。いいね、いいね、いいね。メイクマンの袋使って、メイクマンなぞって色塗りして弟に洋服作ったそうか、あいいね、楽しそうだね。いつもさ、バレエの洋服がお家にないからさ、バレエの練習するときに袋でバレエの洋服作ってから、いつもバレエの洋服つけてるバレエの衣装を自分で手作りしてね、うん、ネックレスとかもうちにないからさ、袋でネックレス作ってる、うん、そうだね。マナーさ、あれでしょ、一番あれが好きでしょ、出産が好きなんでしょ。出産、出産が好き出産が好き、どういうこと、どういうこと、出産、子供産みたいってこと。産みたいんじゃないんだよね、出産のシーンとか、お子さんに関わることとか、そういうのが好きなんです。へー、いいですね。でだから YouTube で、うん、あの出産のシーン の、うん、あの動画とかあるんですけど、うんうんうん、そういうのを見たがるんですよ、はいはいはい。まあ、家で見てる分にはいいんですけど、うん、外に行ってる時に、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、とかね、声が聞こえるのをねちょっと聞かれるとね、親は一体何を見せてるんだっていうようないや大事じゃないですかそういうの一番大事じゃないですか。うん、いいですね。でもね、生命に関わることですからね、うん、生命の誕生に興味があるってことですよね。あとだけどさ、うん、病院でさ、うん、倒れてる人を助けるやつが一番好きで、あそうだよ、うん、昨日なんか人工呼吸のやつ見たりとか、息ができてない人のためにやるやつとか見ました。そうだよね、あテレビで、YouTube で全部検索して、あ、YouTube で、はあ、医療系が好きだね、まあ、ね、宇宙レイっていう、人のために何かやるっていうのが好きなのかもしれないね、うん、宇宙レイっていうさ、あの宇宙のお話のやつがあって、うん、宇宙人だったのが幽霊に変わったやつがあるわけ何、宇宙人が幽霊に変わった、宇宙人さ宇宙人が UFO のチャクラ、あの着陸失敗して岩にぶつかって死んで幽霊になったっていうの宇宙人の幽霊、でさ頭のさ、なんか頭のさところが開いてからさ、中から口が出てくるの、よだれめっちゃ垂らすよ、それも YouTube？ いろんなものがあるんだいいね人間に幽霊があるんだったらありそうだねそうそう、同じあるのかな、やっぱりそうだよUFO も墜落するんだね、うん、そうだよ宇宙人だって死ぬことはあるんだし、うん、そっか、うん、面白い、そうね、でも面白いこと言ってたよ、タンポポおじさんも本当ですか、UFO、面白いこと言ってくれるから、タンポポおじさんが好きなんだ、そうよね、もう UFO は一番頭悪い宇宙人が乗るんだって。え、そうなんですか、うん、へえ。もうもうあんなの使わなくても移動できるんだもんって。あ、タンポポおじさんってなんでタンポポっていう名前なんですか。タンポポとお話できるから。タンポポとお話できるの、うん、すごーい、すごいでしょ、うん、タンポポが話しかけてきたってこれ違ったらダメみたいよ。俺が話しかけたんじゃなくて、タンポポが話しかけてきたんだ。それで探して誰もいなくて、おかしいなと思ったら、タンポポから声が聞こえるから、女の子の声が、お前が喋ってるのかって言ったら、昔から喋ってたよって言ってたみたいよ子供と仲がいいんだってよ、タンポポは。聞こえるかもよ、マナーも好きでしょ、タンポポのあのフーってやって飛ばすの。全然好きじゃない。好きじゃないんかい。好きじゃないんかい。そうなの？大嫌い。大嫌いなんだ。息吹くときこっちが痛くなりやすいから。あ、そっか。そうなんだ。思いっきりやるとね、痛くなるよね、耳の下がね。まあ、最近学校で気分悪くなるときが多いから。気分悪くなるの？うん。なんで？
なんかストレスが溜まってるのストレスわからないけどストレスってきたかわからんけどさ、最近気分悪くなる時が多い面白いな、お前ストレスかもしれないからストレスもあるの、子供にもストレスってあるの、先生が言ってた、あるかもしれないって。へえ、そうなんだ。やっぱりなんかいろいろ悩みがあるの、友達とかの、うん、うん、大変だな子供社会も子供社会もなんかあるんだよね、いろいろね、うん、だからさ、お母さんが塩分チャージ買ってさ、今気分悪くなってさ、うん、もっと気分悪くなったら塩分チャージねって言って、一回はさ水分補給しながらやっていってる。うん、お水がいいよ、お水いっぱい飲んだ方が、うんうん、いつも飲んでるけど全然良くならなくてさ、うん、昨日だって学童で気分悪くてお母さんにお迎えに来てもらったもん。うん、そうなんだ。お家帰ってきたら元気だね。ああ、お家が好き、お家が好きなんでしょ。お家が好きなんだよね、うん、だって学童扇風機しかないもんそっち暑いよね確かに暑いね学校だってさ、うん、何扇風機、学校も学校も扇風機。あ、そうなの。クーラーつけないの。ついてるさ。朝にはさ、うん、涼しいようにさクーラーやってるけどさ、うん、夕方とか帰りとかにはさ、一工事始まりとかにはもう扇風機だよ。そうなの。クーラー取る扇風機は。クーラー取ってから3工事の方が一番暑い時間帯じゃないの。そうだよ、3工事めっちゃ暑いよ、だけどさ、うん、さ休み時間だけはさ、クーラーまた接着してもらえるから。そうなんだ。暑いね、うん、まあでもね、俺小学校の時はクーラーって、はい、クーラー自体がなかったからね、学校に。あー、うん、確かに。すごかったよ、おじさんの時は。しかも新しい校舎建てるって言って、プレハブだよ、プレハブ。プレハブのプレハブの教室で扇風機。プレハブってさ、あ、畑行ったでしょ、タンポポおじさんのところに。うん、あそこの建物、あれはね、上が鉄だからね、暑いの中が。ん、普通のお家よりも暑いの、あの中は。プレハブ熱がこもるわけ。待って、太陽の熱が、うん、暑かったんだよ、だから。で、畑ってどこ。畑タンポポおじさんのところ。ん、分からない。行ったじゃん、来てるじゃん、何回も。お茶飲んだりとかする。どこでタンポポおじさんと話したの。タンポポおじさんと話したところ。あっち、うん、分かった分かった畑じゃないもん、あっちね、うん、そう、おじさんがいるところ、あのプレハブ、暑いの、あれは。あれで勉強して扇風機で、大変だったよ、みんな。小学校2年の時、汗かいて大変だったいっぱい。今汗かかないからね、あんまり。前マナたちが大阪行った時にお酒飲んで倒れてるのか、なんか気分悪くて倒れてるのかわからんところでさ、うん、階段のところで倒れてる人がいた。倒れてる人がいた。それ酔っ払いでしょ、それは。酔っ払いだよね。だけどさ、うん、警察官が来て大丈夫ですかって聞いたら、酒飲みましたって酒飲んで倒れましたって。酒飲んで倒れましたって言ってたんだ、その人が、うん、へ、酒飲んで倒れましたって。すごいね、またね、その人もね。ほっとけないんでしょ、そういう倒れた人を見つけたら。うん、大丈夫ですか、ま、ってさ、マナもさ一回声かけはしたけどさ、うん、全然返しがなかった。うん、へー、おーいって言ってた。おーいって言ったので、近くからさ警察官が来てさ、うん、この人倒れてるよってお話ししたら、ありがとうって言ってさ、うん、その人とお話ししてたみたい。あ、警察が、教えてあげたんだ、じゃあ警察に、うん、おまわりさんか警察官かわからない。おまわりさんと警察官は違うの。うん、違うんだ。違うって言ってた。そうなんだね、うん面白いはい、大阪も行ったんだ、一緒に。うん、まだ大阪しか旅行行ったことない。
あ、だけど3歳ぐらいの頃から東京に行ったことはあります。東京も行った。うん、スカイツリーは残念ながら見えませんでした。見えませんでした。残念ながら。そうだね、見れなかったね。すごいよ、あれ雲の上から、飛行機から見たらすごいよ、あのスカイツリー。他の来る建物の2倍ぐらいあるんじゃないかな。だけどマナの、あの何、東京、東京、東京で、あのお兄ちゃんが3人いて、一人のお兄ちゃんが結構大きめ大きめのお兄ちゃんに何回か怒られてる、うん、お兄ちゃんに怒られてるの誰、マナちゃんが、ゆずき、マナの弟のゆずきのために靴履かしてお外に出てるさ、うん、最初にお外に出ちゃダメってさ、一番最初に怒られてママはって言ってさ、泣いたら静かにしてって怒られて、うん、怒りんぼなんだな、大きいお兄ちゃん。もう一人のお兄ちゃんがさ、うん、せっかくアンパンマンのさ、あの、うん、アンパンマンのさ、あの、うん、遊ぶところに連れて行ってくれたけど、もう帰りたいってものが入ったから、うん、お兄ちゃんめっちゃカンカンに怒ったからマナもめっちゃ怖かったからさ、めっちゃ大きな声で泣いたからさ、うん、もう帰ろうって言ってさ、お兄ちゃんたちもさ、行ってからさ、うん、帰った。帰った。だけどさ、帰り、あのさ、途中の帰りの時にもめっちゃなんか、ゆずきとさ、後ろでなんか、喧嘩してから怒られて、うん、途中の、あの、途中でママお迎えに行って、うん、お迎えに行ってから、お迎えに行って、そこファミリーマートに行ってママにグミ買ってもらってお話が終わったら食べてねってさ、お兄ちゃんが優しくなってたからさ、グミ買ってもらって。あ、怖かったお兄ちゃんが。うん、ママこれマナが好きな歌、好きな歌、パパが歌ってるの、そうなの、そうなの、お手伝いしてるんだって歌う。昨日お祭りのところの後ろのおばさんにさ、うん、これマナのお父さんがお手伝いしてるんだよってお話した。そうなの。じゃあここで一回 CM 行きましょうね。CM、あ、ゆふたが来てる。あ、でもこれ聞こえてるんだよね、これね。聞こえないよ。ユーストリームはね。あ、そっかそっか。聞こえないよ、ママ。はい、はい、はい、こんにちは。何、話は終わりましたか？もう、はい、うん。打ち合わせやってましたけどね。で、今日ですね、一応一人と思ってたんで、この新しい本っていうか、あの聖なる目的っていう本をこう紹介しようと思って、これあれですね、これ今までとまた違った形で、あれ面白いですよ、僕的には面白い5次元5次元っていう話ではなくて、昔からあの20年前からですね、こういったメンタルなんですけどね、実際あのスピリチュアルっていうよりもどっちかっていうとメンタル、まあ宇宙の真理って僕は言ってますけどね、面白い人がいてですね、その人について
全問答してきたみたいな感じ、20年、うん、スタンプボーおじさんのとこに行く前にですね、ママ、マナーさん、わからない意味があ、そうか、待って、あとで説明してあげるね、うん、20年間もずっと20年前にですね、うん、まあそうですね、タンポポおじさんも一回紹介してもらったんですけど、うん、面白い人がいるんですよ、沖縄には。沖縄ね、いっぱいいろんな人いるの、うん、あ、そうなんだ、うん、でその人ね、面白いんですよ、なんていうんですかね、例えばですよ、僕がこう、まあ、ヘアサロンやってましたからね、うんうんうん、でもなんか面白いから、うん、いろんな人みんな来るんですね、相談しに。で僕もなんかあると相談しに行って、うんうんうん、で僕は髪切るよりも相談しにっていうか、おしゃべりしに行く方が多かったんで、いつも来るたんびにもうドア開けた瞬間にわざとしかめつ出すんですけど、そうなんですね、うん、何しに来たって、なんかあ、すいません、コーヒー飲みに来ましたって、あ、じゃあ座っててってなるんだけど、うん、面白いですね。そこにだからもう手が空いた瞬間っていうか、髪を切り終わってしばらくお客さんが来る間、うんうん、カウンター上がったからカウンターの向かい合わせって話したりとかしてるんだけど、なんで今日はとか言われて、うんうん、いやこれ今日はこんなであんなでこんなでって話すると、うんうん、これに対してなんかいろいろ話してくれるんだけど、はいはいはい、これがねもう宇宙人かこの人はっていう面白い人なんですよ。宇宙人と対話みたいな、なんか最近アミ小さな宇宙人って、はいはい、本がありますよね。あの対話そのまんまやってたって感じ、生で、アミは宇宙人だから地球人のことがわからないじゃん、うんうん、たまにこんな会話読んだことあります、アミ、うん、読んだことはないんですけど、話にはよく、宇宙人にはない感覚が地球人にはあるらしいんですよ。あー、なるほどね、うん、不安とか偶然とか、うん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 、偶然っていうのは宇宙人にはわからないらしいです。偶然って何みたいな、いや、たまたまとか、たまたまって何って感じ、要は偶然とかそんなのがあると思ってるのは地球人だけで、うんうん、偶然があるんじゃなくて、思ったからそうなる、そう思ったからこうなる、うん、こうやろうと思ったからこうなる、うん、決めたからそうなる、うんうん、もう明らかに決まってるわけで、うんうんうん、偶然たま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 街で会ったっていうのはないんですよ、うんうん、会いたいなと思ったら会いますよね、ですね、会いたいと思ってた偶然だねって言うんだけど、会いたいと思ったから会ったんですよ、偶然じゃないんですよ。そうですよね、うん、そういう人なんで、だから俺がそういう、俺はもう地球人代表ですから、そういう地球人代表の話をするわけですよ、その人のところに行って、で、はっていう、俺が意味わからないから、これどういう意味とか、普通こんなじゃないんじゃないって言うと、普通って何って聞かれるから普通って言うと一般的にとか、みんなが思ってることとか言っても、うん、意味わからんとか言うんですよ、うん、だ、相談が相談にならないっていうのが、もう具体的に例を挙げると、一回ね、振られて僕が女の人に落ち込んでこう言ったことあるんですよ。で、別に落ち込んだ、こんな時ってどんなやったらもう元気出るかねとか、そっちの方が来たわけさ、俺は。もういいよ、もう振られたのはもういいよ、もうしょうがない、もう振られたのをいちいち執着とかそんなのないんだけど、もうやっぱりもうね、もう元気になる、もう元気になるために、どうしたらいいかっていうのを行くと、その人はなんで振られたら落ち込むのっていうふうに逆に質問されるんですよ。は、振られたからさって感じなんだけど、いや、だ、振られてなんで落ち込むか理由がわからんっていうから、は、振られたら普通落ち込むでしょって話しても、でも普通はいいから、お前はなんで振られたら落ち込むのっていうから、もう僕の考える限りの、いや、あのですね、今回は本当に好きな人だったんですよみたいな。なるほどね。好きな人に、好きな、もうよっぽど好きだったもんだから、そういう好きだった人に振られたから落ち込んでるんだよって話をすると、なんで好きな人に振られたら落ち込むのって、当時はね、俺からかってると思ったわけ、彼が。だけど後から聞いたら本当に意味がわからないんだって、その人は。ああ、そうなんですね、うん、でも本当に違うところから物事、うん、なんで落ち込むのか本当に理解できないって話になって、は、じゃあお前は振られたことないのって聞いたんですよ、逆ギレして、あるよっていうか、あるんかいって思って、あるんだみたいな、逆にそっち俺びっくりだったけど、だってイケメンですよ、ヘアサロンだし、髪型もかっこいいし、顔もいいし、背も身長もあるから、あ、振られることってあるんだこの人みたいなぐらいの人なんだけど、でも振られたことあるっていうから、あるんだと思って、あるんだったらじゃあ分かるでしょ、落ち込むでしょ振られたらって話したら、うんって言うから、は、振られたらどうなるのって聞いたわけ、うん、俺
振られたら燃えるって言ったわけさ。燃えるんだ。燃える、意味わからん、どういう意味って言ったら、この俺が振られるんだよ、うん、完璧目指してる俺が振られるんだから、うん、よっぽどよっぽどよね、何が足りない何が足りないのか、もうもっとまだ俺に足りないことがあるっていうのは、うん、逆に楽しみって、あまだ、ね、まだもっといい男になれる要素があるってこと、じゃあ何を、どこ、うん、どこをどう取ったらあれなのっていうところで、もっといい男になるために燃えるんだって。へー、なるほどね、なるほどですよね、でもね、うん、言われてたらおーって思うけど、それはでも色男だからさって感じで俺からすると、モテない男からするとですねみたいな、一でもなんか地球人の感覚に戻るんだけど、だから面白いですよ。でこの相談した時も面白い、もうまた振られた話なんだけど、何回もあるんだけど振られた話が、またこのある時この振られた話として、なんかそういう理屈では分かっててもやっぱりこういい音が鳴るとか燃える、実際になんかへこむやすさって話して、こう言った時に今度はその話一切触れないで、あのさ鶏はさって話するんだよ。鶏今俺が振られた話してるんだけど、なんで鶏の話が出てくるのっていうね。鶏で逆にこれもうなんか俺がもうはってなるから、もう話の方が聞きたいわけですよ。鶏、何鶏が何とりあえず振られた話は置いといて、まあ俺の話今蹴られたわけね、今自分の話に持っていったでしょっていう感じ、結局よっぽど何か鶏の話したいことがあるんだなって俺は思うわけさ、俺の振られた話よりも、まあいいや、まずとりあえずじゃあ鶏の話を聞こうと、はいはい、で鶏の話を聞いておくと、鶏はさすごいよって話になるわけ、飼ってる時に観察してたんだって、ある時若いオス鳥がこの熟女じゃないけどメス鳥にの、まあ、なんて言えばいいんですかね、乗っかかってって言えばいいんですかね、まあまあまあ子供がいる前で何なんですけど、大丈夫ですか、マナちゃん、うん、そういう行為をやろうとしたら下手くそなんだって、若い鳥がだ簡単にできないんだって。ああ、なるほどね。で、女の人じゃない、メス鳥はもう早くみたいな感じなんだけど、その時にもうやってる、もうもたもたしてる時にベテランのオス鳥が来たんだって。ベテランって何？年、もっと先輩、大先輩、年いってる人っていうか、そういうもう貫禄のある人。意味がわからない。意味がわからない。難しいね。全然、うん、でそのベテランの鳥が来て、お前どけみたいな感じで、ケチ出して若いオスの鳥を、で自分がもう乗っかってこうやっちゃったんですよ。するとそれを見てた若いオス鳥は、あ俺の女取られた、ショックみたいな顔したんだって一瞬、ニワトリでもそんな顔するのって感じだったんだけど、なんか顔がなんかみたいな、みたいな感じだったんだけど、でも次の瞬間に下向いて落ち込んでるのかなと思ったら、下向いて、あ餌がある、あ餌、あこっちにも餌、あ餌って、なんか餌食べるのに夢中になって、なんかニワトリは悟ってるよって話になってる。この散歩もある感で、もう今までのことっていうのはもう終わり、今を生きてる常に、こう振られたショックって言って何日も続くんじゃなくて、あ取られたって思った瞬間に、あよいしょもう常に新鮮、ニワトリ新鮮だよって話になって、もうバカウケして、俺がバカウケして、俺も餌食べますって言ってすごいです、いきなりニワトリだからね、だからそういう面白い人がいて、もう宇宙人って呼んでるんですよ、俺。だからその人との対話っていうのとっても面白かったんだけど、そこでね学んだっていうか、あのやり取り、もう禅問答、本当に禅問答、禅問答って分かります、禅の、ごめんね、もしもあれお話中ですよ、なんかいいね、本当に畑みたいだねさっきまでは緊張してたのにね外したら聞こえないからね、いいよ外して、もうそんな人とのやり取りがあったんで、あなるほど、なんかね、あのごまかしがね聞かないんですよ、もうそういうごまかし聞かない人だから、それ
今なんかそういう質問してきても、うん、それ質問自体が間違ってるっていう人だから、ね、そうなんだ、質問が間違ってるってどういう意味ってかさ俺の質問なんだけどこれ質問が間違ってるって言われた日には何かって返していくか分かんないけど、ね、もうそれ面白いですよ本当に後からね、だからなるほどね、うん、なんかすごいあれですね、今話聞いてるとキネシオロジーともちょっと通じるものがあってなんか嘘つけないんですよ結局、うんうんうん、そんななんかなんていうのかな表面的なことじゃない部分に結局行くので、うんうんうん、似てる部分がやっぱりありますね、うん、だからそんなところでねずっとなんか鍛えられたっていうか、うんうんうん、であとはねなんか話してると面白いんですよ、で分かってくるんですよ、で分かってきた時に別に俺が分かって終われば別にそれで終わるんだけど、うん、俺もまたおせっかいやろうなんで、うんうん、この分かったのを人に教えてあげたいっていう思いがあるもんだから、うんうん、あえてその人に話を聞くんですよ、あなるほどねって、俺は分かったんだけど俺だけ分かったら面白くないじゃないですか、うんうん、でも実際に普通はこういうふうに思わないじゃないですかって話で、うんうん、普通の人のために俺が質問するんだけど、うんうん、それに対してなんかすぐツッコミくるんですよ、うん、いや俺じゃなくて俺は分かるけど普通はでもこういうふうに考えるじゃないですかって話すると、うんうん、なんていうのかな普通はどうでもいいよと、うんお前が問題って話で常にお前になるんだけど、いやでも俺分かったとしても普通の人にってどうしてもこのあれが外せないっていうのがあるんだけど分かりますそれでも結局なんていうのかな意味分かりますよ、結局今が大事であって、うんうんうん、何のために話してるのって話があるんですよ、いや今後こういった時にこう会話っていうのをちゃんとできるようにとか言うと、うん、じゃあ今話してるの何かって言って、うんうんうん、あこれ今の会話の話っ て, 言っていつの会話の話するかお前はって会話は今だろって話ねそういうやり取りがもう結構あって、実はねマニアックな本あるんですよ、うーんそうなんですね、おしょうとみつおっていう本、おしょうとみつお、うん、間抜けなみつおと、このおしょうも、おしょうもあのおしょうさんのおしょうじゃなくて、笑うにしてるんですよ。ああ、うん、はい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 、いいですね。うん、その禅問答、うん。いっぱいありますよ、だからパチンコ理論とかもありますよ。何ですか、パチンコ理論って、まだこれ気になりますね。気になります？パチンコ理論。パチンコ理論気になります、ね。パチンコ。まあ、昔、この23か4ぐらいの時ですから、うん、やっぱ若い時っていうか、若い時はね、僕、パチンコもやったし、酒も飲んだし、何でも、もう世の中のありとあらゆるものをやり尽くしてきたっていうね、うん、こうお酒はその時にね、人の3倍ぐらい飲んだんで、今だからもう飲まなくていいんですけど、うんうんうん、結構浴びるほどって言いますけど、本当に浴びまして、僕は。そんなに飲んでたんですか酒もパチンコもみたいな。そうなんだ。で、そういったのを、こう、やっぱ部屋サロンに行って、うんまたパチンコ負けたとか話してると、そっから始まるんですよ、うんうん、パチンコなんでパチンコやるのっていう質問されるんで、うんうん、いや儲けたいからっていう、うんうん、みたいな感じで、うんうん、でなんで儲けたいのって話になるから、どうのこうのとか、儲けたいで結局どんなやったら勝てるかな、そう、うんうん、どうやったら勝てるかねっていう質問をした時に、知らない、うん、まあね、ごめん、なんで勝ちたいのって聞かれたんだ、うんうん、すると、うん、買ったら儲かるからさって話いやそれは理由ではないとか言い出して、意味わかります、なんでパチン儲かりたいなって言ったら、勝ちたいからさって言ったら、それは理由じゃないって言い出すんですよ、うんうん、あ何よって感じさ、なんで勝ちたいか分からんのお前って言われて、だから儲かりたいさ、お金が欲しいからさって、お金が欲しいんだったら働けって言われて、あまあまあ確かにそれそうだと思って、うん、普通にその通りって感じなんだけど、いやでもパチンコギャンブルやるってことはやっぱお金が欲しいからでしょって話で、でそれで勝ちたいと思わない人いないのって、勝たなくていい、俺は逆の立場で逆上するんだけど、俺は勝ちたいと思わんけど勝つことしかないって言われたからさ、うん、やるんだパチンコって、またここでびっくりなんだけどこんな真面目な人がやるんだみたいなそっちがびっくりって感じなんだけどっていうか、待って負けたことがないとか気になるさ、うん、えって聞きたいさ、それは聞きたいと思って、だからそれ教えたいんだけど、なんでお前勝ちたいと思ってるか分かるかって話になって、うん、
だから儲かるからさって、それじゃないって話で、じゃあ何よって、俺またもうちょっと短、結構短期ですから、じゃあ何よってなんだわって感じだ、さんも、なんで俺がやりたいと思って勝ちたいと思ってるとか分かるわお前にみたいな感じで言うと、お前はさ負けると思ってるから勝ちたいと思うわけよ。200円なんだ。パチンコは負けると思ってるから勝ちたい勝ちたいと思うんだけど、負けると思ってるんだろうって、えって思って、そうだよね、俺勝つと思ってるから勝ちたいと思ったことないって言ったらさ、パチンコは勝つものじゃないの、当たり前に勝つものだから勝ちたいって、わざわざ勝ちたい勝ちたいって思わんよっていうね、前提、そうですよね、前提の中に結局ね、うん、含まれてるんですよね。すると、まあ、バカなミツオはですね、あは、勝つと思えばいいんだ、勝つと思っていけばいいんだみたいな。すると、うんうんうん、勝つと思ったのに負けたんですよって話すると、なんで勝つと思ったの、うんうん、え、なんでって、お前が勝つってしか思ってないから。勝つ勝つよって話すが、俺も勝つと思えば勝てるのかなと思った、うん、だからなんで勝つと思う必要があるのって言われて、うん、はってなって、うん、結局勝ちたいからさ、だ勝ちたいんだよな、だ勝ちたいんだよな、だなんで勝ちたいと思ってるの、負けると思ってるから、そうやってこう繰り返しだけ、これね半年続きます、半年しまいにはね、あのからかうんですよ彼は、うん、面白い、俺がもうハマるもんだから、うん、お前面白いなって、うん、俺はさ負けてもいいと思ってるんだけど、うんうん、勝っちゃうんだよなって言うから、うん、負けてもいいと思ってる、あ、負けてもいいと思えばいいんだみたいなよしみたいな感じでこう行くわけよ。すると次の週に、負けてもいいと思ったのに負けましたって言ったら、は、負けてもいいと思ったら負けてもいいさなんで、何が悪いのみたいな、は、負けてもいいって言ったら勝つって言うからみたいな、 こんなやったり、うん、こうパチンコリオンって言うんですよこれが全ての基本ですよ、全然面白くねえこの基本で、だからなんでしたいのって話になるわけさ、うんうん、はって感じでしょ、うん、そうみんなあんまり言うとみんな怒りますよ、うん、なんでしたいのって言ったら太ってるからさって言って、あ、太ってると思ってるんでしょじゃあ太ってると思ってるよ、太ってるんじゃないって、これパチンコ理論なんですよ、うんうん、俺に言わせると、あのパチンコがあるからこれが分かるんです、うんうんうんじゃあ痩せてると思えばいいんですかっていう人いますよ、やっぱり俺と一緒だみたいな同じ辿ってきた道をまあ一応とりあえず時間で一回 CM 行きましたね、どうぞどうぞ、もう何でもありですからおトイレ行きましたねこれ面白いんですよ、これあの聖夜の時っていうのはこの時からのいろんなのがあるもんだから、あと20秒です、あ、そうだよねCM 中だった今CM 中ユーストリームでは流れてますからね、はい、ああそうですよねでこの本を紹介していいですか、はい、ぜひぜひ、これ今もしかしたらこれ売れるかもしれない、あーなるほど、2、1、はいはい、後半の後半いきますね、そうそう、今日の本当の目的、この聖なる目的、これは聖、そう、これどこですかね、カメラはこっちですかね、こっちですかね、あっちこっち、こっちはツイッターでしょ、こっちがユーストリーム、あ、そうか、そうか、別々なんですね、うん、この本をね今売り出したいんですよね、うんうんうん、ただもうこの無駄なことやってる暇がないんで、うんうん、もうできるところからとりあえず自分でコピーして試しに売ったら、なんとですね、こう一気に注文が来て、そうなんですか、つくも追われてるって、俺いつから印刷屋になったんだろう俺は書くのがやりたいんだけど、なんか印刷するだけで一生懸命になって、今業者になってる、もうずっとな印刷業者ですよでしかもね、あんな便利な印刷業者の機械があるわけじゃないか、普通のパソコンでコピー印刷出して、これをまた綺麗に折り曲げてで穴開けてこうつぶってるっていうすごいですね。いや面白いですよ、ね、これね。でもあれさ、あのマニアックな人が読んだら絶対面白い。いや、マニアックじゃない人が読んでも面白いんじゃないですか。面白いかな。うん、こう禅問答とか興味ある人って面白いよ、まず、うん。そういったさっき言った話、あの人とのやり取りとかがもう全部基本になってて、一番の基本はさっき言ったやっぱりパチンコ理論なんですよ。うん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 、
そっから全部広まってるんで広がってるんですけど、うんうんうん、こんな話してもね、なんかやっぱりそういうの興味ない人に言うと、私はパチンコなんかしないとか言いますから、いやいやそんな そんな話じゃなくて、パチンコはねあんなやるもんじゃないわよとか言ってなんか説教されますからね。いやいやパチンコの話じゃなくてこう理論の話みたいな。なんでパチンコなんかするのとか怒られたことありますよ。パチンコ理論なんてごめんなさいってもう違うけどみたいな。でもあんなのが理論にな、あのなんていうの、この全もう本当全問答ですよ、うん、面白いんですよこの人生で、うん、生でね、なんかあれですよ、なんかあの一緒に移動してた時も、うん、コーヒー缶コーヒー買うって言ってコンビニ入って、うんうんうん、でなんていうんですか、ナーメメはなんていうんですか標準語で、あのもう個人、個人で個人で、うん、自分の好きなコーヒーを買って、うん、取って買うんだけど、はいはいはい、車戻ってから言われるんですよ、いきなり、お前なんでこのコーヒー買ったって言うから、えしかもなんかわざと怒りっぽいく言うもんだから、うん、その時はもう先生だから、昔さっき話したのは同級生、うんうんうん、同級生っていうか友達の時、うんうんうん、でも後々もこの有名な、今有名な先生になって名前出せないんですよ、うんうんうん、ちょっと面白い目をかけて、わかりました誰かわかりました、うん、わかりました、うん、あの人なので、うんうん、もうもういきなりわざと芝居師なんですねこの人、うん、もう怖い顔してなんでこのコーヒー買ったって言うから、何俺なんか悪いことしたのかなと思いながら、うん、いやなんかあそこのコンビニなんかあんまり美味しそうなのがなかったもんだから、あこれだったらいつも飲んでる、これだったら無難だなと思って買ったって、うん、だからお前の人生はこんななんだよって言われて人生コーヒーから人生に来たよこれみたいな、何って感じさ、俺コーヒーを選んでなんか説教されてるんだけど何言ってもうもう意味わからんわけよ、コーヒーでこんなに説教されるの初めてなんだけどって、ダメこのコーヒーダメだった、ダメなのかなこれなんでかなとか意味わからんか、お前はさいつでもそうやって不安対策、このもう結局美味しいのがない、そうなの分かるのがない、こう、うんうんうん、なんていうの、これ飲んでも怖いし、あれ飲んでも飲んだことないし、結局無難に、いつものでこれが無難な、無難な人生、うん、人生無難に生き抜いたそれが何だったのなるよ、死ぬ時に無難に生きてから喜べるのって話になって、死ぬ時までなってる今みたいな、コーヒー一つからなんか死んだ時のこの人生まで振り返ってるけど今っていうね、もうこれどんなかな、これは美味しいからもう楽しい人生、せっかく生きてるの楽しみたいっていうのないのみたいな感じで、これマジにマジで怒られますからね、うん、俺、なるほどね、マジで言うもんだから、マジでなんかはってなるんですよ、あすみませんみたいな、何が悪いんだとか、コーヒーで説教された男ですからね俺わかります、自分も似たようなことがあって、コーヒーで私あんまりコーヒー飲まない人だったので、うん、お腹痛くなるんです、胃が痛くなるので、うんうん、あんまり飲めなくって、出がらしっていうか二度はいはいはい、美味しいよねあれ結構ね、あれでいいよって言って行った時に、うん、だからあなたは出がらし人生なのよ、出がらし人生、出がらし人生ってなんかいいな、本書いてほしいなそれなんかそれと共通するものがあってなんか私はいいからあなたからどうぞどうぞみたいな、そうそうそう、でもそ言いたいの分かりますね、分かるんですよすごく、でもそれは違うって言うでしょ、でもしょうこさんの場合は私はいいからじゃなくて本当になんか薄いのが好きなんだ、そう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 でもそれありますよ本当、ね、そう、それいいな、出がらし人生今度使おう、そう、出がらし人生、うん、結構いいですよ、そう、大井にさんの青人、青の人、俺に言わせると、うんうん、からセラピーやってるんですから、青を選ぶ人、青を選ぶ人はもう人のこと考えるんですよ、あ私はいいから人のこと、私はいいから私はいいからって、うんうん、この人のことやるのは素晴らしいことなんだけど、私はいいからっていうのが余計なんですよ、うんうん、そうそうそう、私からね、うん、私もあなたもみんなよかそういうのいいに決まってるんですから、そう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 、どっちかじゃないんですよ、うん、みんなですよね、うん、でも繋がってるし、私は置いといて人のことやろうというのが青の人、出がらし人生になりますか、気をつけてくださいね青いのが青が好きな人要注意要注意ですね何の話やねんそうそう、この聖なる目的、もうこうなったら印刷屋やりますからね、僕もういくらでも朝から晩までずっともう印刷はやりますんで、もう欲しい方はぜひ注文してくださいね。おじゃあこれはどんなして購入ができるんですか。これも僕がしかやってないんで、僕の方にメールもらえれば、うん、住所と郵便番号と名前教えてもらえれば、もうこれ作って送るんで時間かかりますけど、すいませんって、今もう今日もだからもうこの帰りに郵便局寄って10人分まとめて送らんといけないんですけどね。もうボランティア募ったらどうです三津さんボランティアボランティア印刷
これほらほらオリハンとかねいいですねやってくれたらねボランティア集った方がいいかもしれないですよいや、うん、でもそれもまた楽しいじゃないですかこの最初の頃はもうこうだ 今のうち買った人はプレミアムつきますからね、うん、そうですね最初はこれ手作りでしたから自分が生でこの織り込んで、うんうん穴まで開けてこの紐の結び方もね、うんうん、ちょっとこだわってやっぱりみつさんなりのこだわりがいっぱいありますからねこの結びでこう、うん、向かい合わせになるようにみたいなね、うんうん、なるほどねこんなん分かる人ねと思いますけどねいやいや見てる人は見てますよちゃんとねうん、うん、そう面白いんですよそう今日だからこの中身をね、うん、本当は言うつもりだったんで話しようと思ったんだけど、はいはい、ねまあ分かんないですよこの俺中でも好きなのがここ、うんうんこの項目悟ってどうす る、おいいですね悟ってどうするっていうのが、うん、本当にそう思うんですよ、うんうん、結構ね悟りとか憧れ持ってる人多いもんだから悟りたいとか、うんうんうん、悟ってますねとか、うんうん、なんかねなんかそういう人って違いますよね多分ね、うんうんうん、違うのをイメージしてますよねうんと思います、うん、悟りっていうのを、うんうん、勝手になんか悟ってない人が悟りをイメージするってどんな悟りをって感じなんだけど、うんうんうん、悟った人はそんなもんじゃないと分かってるから、うんうんうん、全く違うっていうのは分かってほしいんだけどでも悟りとかそんなの特別なことじゃなくて、まあうん、ある本には分かりやすく書いてますよあの僕の大好きな怠け者の悟り方っていう本には悟りとは心を開いた状態すべてを受け入れる準備ができた状態うーんだからそっからがスタートなんです僕に言わせると悟ってからがスタートであって悟るために何とかやるんじゃなくてこれ結婚も一緒ですよもう幸せになるために結婚するんじゃなくて結婚してからが問題ですよ結婚してから幸せに向かうんであって結婚は幸せのゴールではありませんからねゴールとかよくね言ってますけどねゴールではありませんから結婚はスタートですそうですそうです本当にそうだと思うそう2人で幸せを作っていくんであって愛を育むやっていくんであってうん、ゴールと思ってる人が多すぎるそう悟りもそうだけどゴールってないですからちなみに、うんうんうん、ということで聖なる目的っていうのを書いたわけですよ僕うん悟り、うん、悟りって勘違いしてる悟りたいと思ってる間悟れないからまずこれあれと一緒でさっきの話と一緒ですよね結局ね悟りたいと思ってる時点で、うんうん、全然ねもう違うとこに自分を置いてますよね、うん太ってると思ってるから痩せるっていうのと一緒で、うんうんうん、太ってると思ってるからずっと太ってますよって感じで、うんうんうん、悟りたいと思ってるってことは悟ってないと思ってるんでずっと悟ってない状態ですよって話なんですよ、うんうん、そうですよね、うん、でそんな問題じゃないって気づくなんだけどそうもうそんなんばっかりですなんかこうへりくつに聞こえるかもしれないですけどね、うん、いやいやいやでも本当にこれって大事な部分ですよね本当に、うん、あのベースの部分なんだけどそうそうね結構みんなでそれを誤解してるのがいっぱいあってこんなのこんなの大好きで僕、うんうん、こんな本だったらいくらでも書けるんですよ、うんうんもこれいいでこれなんかもうシリーズね10でも20でも作っていこうかなと、うんうん、そんなにたくさん豊富にネタがそのうち売れるでしょみたいなねいやもうすでにもういくんじゃないですかもうしょっぱなからねいやだってさあれだよこれ、うん、基本はだからさっき言ったこのパチンコ理論だから、うん、はい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 いやいやいや大事ですよ、ね、バージョンが何でもそうなんですよ、うんうん、結局あなるほどねって分かったらいくらでも本のネタになるわけですようんうんだからいくらでも書けるんですよ、うんうんうん、毎日の日記のように書けるんです、うんうん、なるほどね、うん、日記なんですよ結局僕に言わせると、うんうんうん、あこれは面白いっていうね3分前ですはい、はい、3分前ですなんかすいませんねありがとうございます3分で何かじゃあまとめましょうなんかもう言い残したことなんかないですかなんかせっかく来てキネオロジーっていうのの、はい、キネシオロジーっていうのはそういうことなんですかあれは何ですか種類っていうかあのセラピー癒しまあまあ、結局癒しも含まれるんですけど、うん、まあ何て言うんですかね自分の心の声を潜在意識の声を体を通して聞くっていう感じなんですよ、うんうんうん、体ってあのすごく反応してくれるの で、うんうんうん、で姿勢とかにもその人の、心の持ちようとかが出てくるじゃないですか、はいはい、それと同じような感じで、自分がストレス抱えてたりとかあとは、うん、合わないなと思うものに対しては筋肉に力が入らないので、うん、下がるんですよガンと。うんうんうん、それを使ったものなんだけれども あのオーリングの延長みたいな感じそうオーリングよりももっとちょっと精度が高いんですけど高いのがある、うんうん、キネシオロジー、はい、キネシオロジーも一緒ですよオーリングの中の一つ、うん、オーリング違うキネシオロジーの中の一つがオーリングでもあるんだけど、うん、オーリングテストでよくやったんですよあの波動の測定するときにはいはいはい、はい、やっぱり分かるんですよねこの自律神経とか、うんうんうん
こうやると、うんうんうん、どこが悪いかっていうのを調べたりしました。そうそうそう、うん、そんなのとかね、使ったりとか、うん、あ、そういうのあるわけですね。そうそうそう、あるんですよ、面白い、じゃあ今度ゆっくり聞かせてください、はい、すいません、はい、最後の3分になってここ振るのも何なんですけどごめんなさい、本当はもっと今から聞きたいところなんだけどうん、あと、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、あとはこの本も 本、まあ、本の中にも書いてますけども、メンターシステムっていうのも始めてますんで、あのセッションとかそういったのも合わせて、あのみつおセブンアットマークソフトバンクでメールください面白い、もう一回読んでほしいですねこの本ね、読みたいですね、私も読んでみたいです、これをね広めたいと思ってるんで、うんうん、皆さんよろしくお願いします。じゃあもうそろそろなんか時間ですよね、もうあと何秒、30秒、はい、30秒ありますよ、30秒、何か、イエーイ、うん、でマナちゃんはどこ行ったの、マナちゃんは多分今 YouTube でトイレ行ってなんか帰ってこないけど大丈夫、なんか大丈夫です、うん、大丈夫です、何でもありです多分出産あたり見てるんじゃないかそう、そっちここじゃなくてそっちかなるほどね、うん、じゃあ僕も、うん、来週はまた一人になるんで、また来週は AD のユータ、来週はいる、います、うん、言うたげないと困るよ一人でね、こうでも、うん、うまいんですよ、受け答えが、ね、助かってる、二人でやりたいなと思ってる、 あと5秒、4秒、3秒、はい、はい、じゃあ皆さんバイバイ、またねお疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、すいませんね、もう回らなかった、すいません、これ誰もいないよ、土曜日は、土曜日は、あ、でも今まで支払いとかはどうしてたのかな、北谷さんがいないから、契約書を今渡